羊蹄山のふもとになるんですけれども、もともとは酪農業牛飼いだったんですけれども、その牛乳を使って、商品を開発できないかということで、牛乳からアイスクリームにして、まあ、他の乳製品に加工して販売することで、こう今でいう6次化と言われるんですけれども、自分たちの手で生産したものを加工して販売する。なぜ私たちが牧場からそのこういう販売に至ったかというと、今から30年くらい前になるんですけど、その頃には日本では牛乳の生産調整が行われていて、牛乳をこう出荷できないがゆえに牛乳を捨てるということが結構多かった時があって、生産調整というのは牛乳を捨てるということ以外に、やっぱり牛乳が多いということは育てている牛もコストがかかるので、牛を減らすということになってしまうので、なんとかその牛を殺さずに自分たちの手でその牛乳を加工して付加価値をつけて販売する手立てがないかっていうことから、アイスクリームですとかソフトクリームにするという、ことが、一番いいんじゃないかっていうことで始めたのがきっかけになりますね。多分皆さんソフトクリームとかアイスクリームって召し上がるのが夏になってしまうんですよね。で、冬になると工夫も何もアイスクリームだけだとやっぱりお客さんがほとんど来ないんですね。で、1日の売り上げがゼロってことがやっぱ続くんですよね。数年を通してやっぱりお仕事を考えなきゃいけないっていうことで、その中で次にやらせていただいたのが飲むヨーグルトの工場で、で飲むヨーグルトはアイスクリームと何が違うかというと、アイスクリームというのはお店に来てその場で食べて終了で、お土産にならないんですね。あとヨーグルトはそのこちらのお店に来て買わなきゃいけないわけではなくて、たくさんのところにギフトで発送したり卸したりすることで販売網を広げていきました。飲むヨーグルトを始めて通年で売れるようにはなってきたんですけれども、冬場飲むヨーグルトとアイスクリームを求めて来るお客さんってちょっとやっぱり少なくて、じゃあ何が冬やるとお客様が来ていただけるのかなっていう考えた時に、スイーツだねということになり、シュークリームですとかロールケーキ、プリンなんかのスイーツを始めました。どっか食べるとこないって聞かれた時に、私たちはスタッフは必ず何が食べたいって聞くんですよね。で、何を食べたいって言われたら、お客さんは今度はニセコらしいものとかニセコならではのものが食べたいっておっしゃるんですね。そうなった時に、私たち従業員はそばが食べたいって言ってくださったらそば屋さん美味しいところ紹介できるし、カレーが食べたいって言ってくださったらカレーの美味しいところは紹介できるけれども、ニセコらしいものをニセコでしか食べれないものを紹介してほしいと言われた時に非常に困ったわけですね。このお店にお客さん来ていただいて、お客様がここで一日を過ごすというよりはニセコの地区を楽しんでいただきたい。
ここの高橋牧場も行くけど、ここでラフティングして、ここで温泉入って、ここでご飯食べて、ここで、遊んでっていういろいろな点と点を結ぶ、地域全体で観光を考えるということが前提にあるので、まあ、ここの地区の美味しい野菜をアピールするということももちろんあるし、その自分たちの乳製品だけじゃなくって、あのこの地域の良さをお客様に知っていただくために、あのいろいろこれからもチャレンジしていく